それでは、グルコースのろ過量、再吸収量、尿中へ排出される量についてのグラフを見ていきます。これがそれらのグラフです。縦軸はグルコース輸送量、横軸は結晶中のグルコース濃度です。これがグルコースのろ過量、これが再吸収量、これが尿中に排出される量を表しています。例えば、血糖値の正常範囲では、 尿中に排出されるグルコース量はゼロです。ろ過はされてくるんだけど、ね、減尿中には含まれているんだけど、全部同じ量だけ再吸収されちゃって、尿中にグルコースは出てこないんだね。また、このグラフからは、再吸収量に上限があることがわかるよね。血糖値の値が正常な範囲からどんどんずれて、血小中のグルコース濃度がどんどん高くなってくると、 尿中にグルコースが排出されるようになる。それはなんでかっていうと、ろ過された量がこんだけあって、で、再吸収量に上限がある。ね、ここまでしか再吸収できないっていう上限がある。だから、その上限をろ過量が超えたから、その分が尿中に排出されているんだね。こんなイメージだ。 正常な血糖値の範囲では、ろ過されてきたグルコースは全部再吸収されちゃうから、尿中にグルコースは排出されない。だけど、再吸収できるグルコースの量には限界がある。上限がある。その上限を超えて、グルコースがろ過されてきてしまうと、その再吸収されなかった分が、尿中に排出されてしまうんだ。異常に高い血糖値の時は、こんだけのグルコースがろ過されてくる。 ね、再吸収はこれしかできない。ね、残ったものは尿中に排出される。だから、ろ過量を引く再吸収量が尿中に排出される量になってることもチェックしておこう。異常にたくさんのグルコースがろ過されてくると、全部再吸収しきれなくなってくる。再吸収量に上限があるもんだから。それで余ったものが尿中に出てしまうんだ。では、お疲れ様でした。もう一回復習してみてください。